こんにちは、かがくのお姉さん五十嵐美希です。そしてどうも、あの彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんな実験をするのかな。このフィルムケースロケットを作ります。フィルムケースロケット？そう、これお家で簡単に作ることができるんだけど、うん、このフィルムケースがポポ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 ポってこうね、たくさん飛ぶようなロケットを作ろうと思います。お家の中で？そう、お家の中で。そんなことできるの？そう、科学の力を使えばこれ作れるんですね。じゃあ一緒に作ってみようか。うん、せーの、レッツサイエンス。まずこの炭酸入浴剤バブを使います。取り出すとこのような形になってます。これをトントントンって小さくハンマーで砕くとこのような小さいかけらになります。今日はこれを使います。続いてフィルムケースの蓋の部分を使います。この蓋の部分に先ほどのバブのかけらをこのようにはめてセロハンテープで留めます。このようにセロハンテープを長く切って、このようにぐるぐると巻きつけます。このようにセロハンテープでぐるぐると巻きつけて固定します。このフィルムケースの3分の1のところまでお湯を入れていきます。全部入れ終わりました。入れるときは熱いので気をつけてください。先ほど作ったこのバブの乗った蓋をはめていきます。こんな感じで、お盆をかぶせてひっくり返すと、なんとフィルムケースが飛ぶんですね。いや、楽しみだね先生。そうね。じゃあ、アナヒコ君も一緒にカウントお願いします。3、2、1、かぶせて、ひっくり返して、おお、すごい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 。先生大丈夫？びしょびしょになった。大丈夫先生？びしょびしょになった。いや、でもこれめちゃくちゃ楽しいねこれ。あ、バブのいい匂いがする。うわ、すごい、いい匂い。バブのいい匂いするけど、びしょびしょになっちゃった。いや、でも先生もすごい楽しそうだねこれ。楽しい、すごい楽しい。いや、よかった、びしょびしょだ。これ大成功だね。大成功、よかったね。先生すごい楽しかったね。楽しかったでしょ。うん、先生、はい、これはどんな原理でこういう風になったの？それはね、お湯とバブが反応して二酸化炭素が発生し、フィルムケースが吹き飛びました。なるほど、そういうことでこうなったのね。ね、そうなんです。すごく飛んだでしょ、うん、たくさん。すごい飛んだ。みんなのお家でもやることができます。その時にお姉さんがおすすめするポイントを2つ言いますね。お願いします。1つは、私みたいにびしょびしょになるので、はい、お風呂場とかでやるといいと思います。はい、濡れてもいいようにね。ね、はい、そしてフィルムケースに自分の絵を描いたりとかすると、ほうほうほう、オリジナルな感じが出て楽しくできるし、あとはカラーをねつけたりするともっと綺麗に見えると思います。なるほどね。ぜひやってみてください。そうね、僕はお風呂に入れないけど。そうだね、はい、それじゃあみんなやってみてね。お願いします。それじゃあまたね。バイバイ。バイバイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと、先生に質問ややってほしい実験があったら、ぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。